家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日はイチゴの休眠と冷気に当てるポイントについてご紹介したいと思います。皆さん、イチゴの栽培の中で寒さに当てることが大切ということを聞いたことがあると思います。実はその寒さに当てるというのは、寒さに当てましょうということが一人歩きして、意外に間違ったポイントというのがあります。今日はイチゴの正しい冷気の当て方というのをご紹介します。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それではまずイチゴの休眠についてご紹介します。イチゴの休眠とは、自発休眠と強制休眠があります。自発休眠というのは、日照時間が短くなると、自然にイチゴが自分から休眠に入ります。実は早いところであると10月ぐらいから休眠に入る場合があります。ですので12月に入るとすでに休眠に入っているのがほとんどです。こちらをご覧ください。こちらはすでにおそらく休眠に入っている状態です。葉が全体的に少し沈んできており、休眠状態に近い形になっています。休眠に入ると葉が立っていたのがだん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 寝ていきますので、これを一つの目印にしてください。ということで、自発休眠に入ってから、そこからが冷気を当てるポイントになってきます。皆さん、イチゴは寒さに当てるというふうに覚えていると思いますが、では一体どれぐらいの期間当てればいいかということをご紹介していきます。それは自発休眠に入ってから5度以下の気温で、先ほど見ていただいた方向合わせであれば500時間ほど当てる必要があります。女胞などの場合250時間以上必要になります。このように寒さに数百時間当てることで、イチゴは休眠から目覚める準備を始めます。これが覚醒して休眠打破ということになります。そのことが大切になります。ということで、休眠のまず第一段階をご紹介しました。ということで、一定の寒さに当たったイチゴというのは、おそらく関東で言えば1月ぐらいにはもう目覚める準備ができています。11月から1月の間で5度から0度の温度で500時間当たるのは、余裕で見積もっても2ヶ月以内で終わるはずです。ということで、それでも目覚めないという状態であることは強制休眠という状態です。これは目覚める条件は揃っているんですが、まだ気候が寒い場合、イチゴは目覚めることができず強制的に眠っている状態にあります。ということで、イチゴを休眠から覚めさせるためには、2月に入ったら保温をして暖かい状況を作ってあげることが重要です。こちらをご覧ください。今はまだ野ざらしの状態ですが、ここに冬場は防虫ネットをしたり、2月になったらビニールトンネルで暖かい環境を作っていきます。そうしますと、本来3月4月に目覚めるところを、2月ぐらいから目覚めさせて、イチゴが長く収穫することができます。ぜひご自分の栽培しているイチゴの休眠打破に必要な時間を調べていただき、寒さに当てる時間の目安にしてみてください。ということで、冬場にやっておきたいことは、クラウンをいかに丈夫な状態で冬越しさせるかが重要です。一つ目のポイントとしては、冬場は枯れた葉っぱはなるべく残しておいていただく。これによって風対策にもなりますので、しばらく残してあげましょう。こちらのイチゴを見てください。まだ葉は赤く紅葉し始めて、緑の部分も多いんですが、この状態でもう取ってしまう方もいます。その場合はクラウンを回る防壁が少なくなりますので、こういったものはなるべく残しておきましょう。2つ目です。防虫ネットを張っておきましょう。防虫ネット程度であれば5度以下の気温を阻害することはありません。十分寒さに当たりますので、逆にイチゴを守る意味でもネットを張っておきましょう。そのまま冬越しをして2月後半ぐらいになりましたら、裾をめくって鉢を招き入れてください。ビニールシートで2月ぐらいから保温する方も同じです。鉢を招き入れるために、防虫ネットとビニールトンネルの裾は開けるようにしてください。冬場にクラウンを傷めるのが一番危険ですので、防虫ネットを張っておきましょう。最後3つ目です。もしイチゴの株が小さいような場合、クラウンを守るような形で藁を使いましょう。藁を株元に置くことによって防壁になりますので、風予防になります。特にイチゴの苗が小さかったという場合、このように藁を使うことによってうまく冬越しすることができます。クラウンの部分に寒さが当たり、強い風を防ぐことができれば休眠打破もできますし、寒さ対策にもなりますので、ぜひやってみてください。
それでは質問コーナーです。こちらの玄米液肥の動画にコメントをいただきました。黒糖を使っているのですね、それで色が濃いのですか、というコメントをいただきました。黒糖を使う理由というのは、黒糖の場合、砂糖分に含まれているミネラル分が全て保全されています。三本糖とか白糖ということになりますと、本当の糖分だけを残していますので、ミネラル分が全くありません。液肥ですのでミネラル分が欲しいので、ミネラル分補給のために黒糖を使うようにしています。ぜひやってみてください。今日はいちごの休眠と寒さに当てるポイントについてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。